はいどうもひたまえです。今回はね、来ましたね、新キャラ、ドレスロージャガチャ第2弾ということで、セニョールピンクということでね、まあ使ってガチャを引いていきたいわけなんですけど、ちょっと言っていいか。23日にガチャ終わるじゃないですか。こっち28なんだよね、多分、超フェスガチャが。え、23日に第3弾とかあんのかな？今まで第3弾っていうのはなかったと思うんですけど、ドレスローザガチャ第3弾。ワンチャンね、ファミリーはいっぱいいますから、ファミリーってなんか言うとあれかもしれないですけど。いや、まあ、とりあえず、まあ、ファミリーなんですけど。まあ、とりあえずね、まあ、ガチャを引いていこうかなと思います。赤のゲッターということで、いや、セニョルピンクかっこいいんだよな。登場の仕方じわるな。いやー、かっこいいよな、過去が。まあ、この格好をしてるのもね、ちょっとね、まあ、バウンティーラッシュ、だけしかやってない人は分かんないかもしれないんですけど、まあ、わけがあると。まあ、猫耳パンチ、スキルボタンを長押ししてる間移動すること、そうだよね、セニョールピンクといえばそれですから、一定期間スキルボタンを離すと、まあ、ペルみたいなね、うん、さらにダメージを与えた時に、気絶が発動と、気絶付与ということで、まあ、ちょっと杯とか気絶無効のね、スキルとかがあるんで、まあ、特性次第。うん、スキル2、中距離2で、あと、吹っ飛ばしスキル、オッケーオッケー。まあ、ゲッターなんでね、そこは特性と。スキル1から夜消すダウンさせ、吹っ飛ばされない活躍から、これめっちゃ強い、ペルにめっちゃ欲しいんだけど、これ。スキル1発動から一定時間よろけずダウンせず吹っ飛ばされない。しかも。え？じゃあずーっとさ、で、かつ敵から不要さ、おい、これなんでさ、おい、これさ、工場につけるんだったら、ペルとか青生地とかにつけてくれよ。工場クザンと、ペルに欲しいよ。ということで、あんま強くないってことかな。まあ、ペルとクザン結構強いからね、食らったらワンパン、開けたらワンパンみたいなところあるから。スキル1発動から受けるダメージが、うん、30% 減少。1ダウン、でも1耐えるがないのかな、逆にワンパンされるということですね。そこは気をつけなければいけないと。で、自分がいるお互いに味方がいないときに脱出速度が 30% かつ自分側が、はい、ウソップみたいなもんですね。チチームとか浮き出すときスキル1のクルタイムが、はいはい、耐えるかな、あ、でも1耐えるわ。あ、1耐えるんかい。1耐えるんかい。こっちにあったわ、1投入する。なるほどね。じゃあめっちゃスキル1がワンチャン強いみたいな。まあ、ちょっとね、ガチャ引いていこうかなと思います。まあ、80レベルにはね、まあ、したいと思うんで、まあ、ちょっと、早めに当たってくださいと。さあ、いやー渋い、あー渋い、もう最初に麦わんの一味2人いない時点でもう渋いよね。さあ2ポイント、あー渋い、渋すぎてもうなんか言いたいけど何も面白いことは言えない。スキップします。いやー、これポイントいかないと絶対当たらないもんね。これなんか当たるって言ってる方いましたけど絶対当たらないですよね。だって僕よりガチャ引いてる人多分いないですからね。さあここステップ2、あー熱い、暑いよ、激暑い。なんなら、あ、でもピックアップってさ、スネークマン、あー、そっか、あ、そう、工場ガチャってさ、ピックアップキャラいっぱいいるんよね、セニョロピンク以外にも。そこがね、まあ、うん、後半で失速具合すごいな。さあ、まあ、とりあえず1体は確定ということで、ここ頼む、おっとゲッターです、スネークマン、セニョロピンク、わしは猫マムシ。これがやん、スネークマン出て新キャラじゃないのはちょっと渋い。バウンドマン出て、まさかのセニョロピンク、まあ、猫マムシ言って100じゃないんで全然嬉しいですけどね。はい、猫マムシピックアップされてんのか、なるほどね。いやー、ちょっとやっぱスネークマン出たらもう新キャラ確定並みの勢いの演出がいいな。まあということで、まあとりあえず、まあ爆死は、うん、まあ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 いいでしょう、うん、全然 OK、 全然 OK。 さあということで次行こう。いやー、でもシーズンも切り替わっちゃってるんでね、いつもの初見リーグプレイはいつもより無双してしまうかもしれないですね、僕ちん、うん、ごめんなさい、なんでもないです。はい、いやー、セニョルピンクのね、過去僕大好き、大好きではないけど悲しいよね、なんか珍しいよね、なんかそういうの。さあ、敵役でワンピースってあんまないじゃないですか、なんか過去で悲惨な過去みたいな、結構根っからの悪みたいなキャラ多いじゃないですか。さあ、オッケーオッケー。まあでも言うて海賊ではあったか、もともと。そっかそっか、なんでもないっす、うん、なんとも言えないな、うん。まあでも海賊の中でもね、なんか義理はあるみたいな。なんで俺こんな語ってんだろう。あ、ルフィ太郎、あー、じゃあ頼む頼む頼む。おっと、スネークマンでゲッター、ね、ってことはセニョールピンク、人たちに、ほんとさー、マジでスネークマン出たら新キャラ確定にしようぜ。ぬか喜びさせるんだよなこのガチャね、思いません皆さん、これなんで、いや、工場キャラピックアップいらんって、他のキャラ、京志郎とかね。まあでも言うて、そしたら引きたいのか。いや、もうスネークマン出た時に嬉しさがないんだよな、なんかもうもはやね、わかりますこの気持ち。はい、いやー、攻め、あー、そっかそっか、いや、スネークマン、いやー、頼むよセニョルピンク、俺何連引けばいいんだよ、8人するには。7体目。俺ポイントガチャチケットも溜まってきってんだよ。ポイントガチャチケットも溜まりきって、もう一回言うよ。ポイントガチャチケット溜まりきってんだよ。
もうやだガチャガチャ引きたくない。オッケーオッケー、よっしゃ行くぞ。スキップする、一旦スキップ。いやこれどうせ確定なんで、いやまあ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 4ポイントということで。もガチャって楽しいよね。よし、さあフル演出ではないけど、まあ結構熱い演出。はいはいはい、熱い、結構熱い、熱い熱い熱い。え、これ結構熱いぞ、これ2枚引きあるぞ、これ2枚引きある。ルフィだってルフィムキラの一味以外全演出だから、これあるぞ、これ2枚引きある、全然あるね。6体目、いやあるよ、確定でこんな熱い演出見せられたら絶対あるよ、確定以外で。頼むよ。ないやないかい。負けねえ。俺ガキはごめんだぜ。かっけえな、いやかっけえな、まあまあかっけえよ。さあとりあえずね、まあ80にはしたいんでと。いやーちょっと渋いな今回のガチャ。うおっと、これワンチャンあるか。オッケーオッケー、ある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 、次14じゃなければ、次14じゃ、次14じゃない、14だ。もう渋い、渋すぎる、あー渋い、もう渋い、あーオッケーオッケーオッケー。いやなんで工場キャラで俺はねこんなたくさん引いてるんだ。あー渋い、あーやばい、渋すぎて、ちょっともう、あー渋い、あー渋すぎる。もう工場キャラなんでもう全部確定枠欲しいね。うん、全部確定枠してほしいわ。オッケー、フル演出、フル演出でも工場ガチャだと、フル演出じゃないんかい、ピックアップスネークマンとか、スネークマンね、なんかピックアップ他のキャラいないんでね、しめ、まあ、バレットの時みたいに 2% ぐらい欲しいよね。バレットなんであんなに当たりやすかった。おゲッターマークスネーク、あーアタッカーマーク、あー100じゃないんかい、じゃあいいよ、オッケーオッケー。あーなんかバレットの時さ、めちゃめちゃ 2% とかあったじゃないですか、それぐらいが欲しいよね、多分 1% じゃないですかこのガチャ。あーやばい、え、セニョロピンクこれ80になんない、もしかして100連して。お、まさかお前そんな厄介、おーハードボールドだな、やばいやばいやばい、焦んな、ここで焦っちゃダメだ、オッケーオッケー、コーラでも嬉しい、そういうことに思う、そういう風に思う、オッケーオッケー。いやー次のフェスゲームめっちゃ引きたいのに。よっしゃ行くぞ。オッケーオッケー、セニョルピンク、セニョルピンク一体でも当たればいいんだよ、確定外でね、100連引いてんだからさ、確率的に 1% じゃん、でしかも確定枠でさ、セニョルピンク当たりやすくなってるわけじゃん、で、ね、何このガチャ、今日はひどいよ。僕はベビーファイブ引いた方が良かったんですか、たくさん。ベビーファイブは確かに250連で当たりましたけど。5代目やだ。やだ。やだ。あー、渋い。あー、やだ。9。次ゲッタマッコイよ。次ゲッタマッコイよ。ディフェンダーを渋いて、このガチャ渋いよ、ブルックかい。じゃあいいよ。じゃあいい、ちょっと待って待って、マジで渋い、マジで渋い。おい、100連引いて1体。1体も出ないってどういうことだよ。オッケーオッケーオッケー、いやでもフル演出でも書く、オッケー、フル演出、ナイスフル演出、燃えてきた、ナイスフル演出、麦わらの一味集まっちゃっていいよ、集まっちゃっていいよ、集まんないか、おあーまあまあ7ポイントだから、何7か、うん、7、うん、8か、うん、だから多分書くって、あーでもさっきと同じパターンだなこれ。おいセニョルピンク、お前100連してんだから出ろよ、もう一体、いやもうマジでさ、あ工場キャラ俺 2% でもいいと思ってるの僕だけですかね。出ない、しかし俺はまだ低い、ポイントガチャがみんなに新キャラをお届けしたい、やばい、なんでセニョルピンクに俺はこんだけ引いているんだってみんな思っているかもしれない、しかしこれは、おい渋いて、おーやばい、なんで俺はこんなに引いているんだ工場で、ポイント報酬も満タンだし俺は、いやしかしこれが配信者というものだ、これセニョルピンク、あー汗止まんないよ、さすがに100で当たるとは思ってたな、あ、酸素欲しい、酸素欲しい、酸素がめちゃめちゃ欲しい、待って待って、マジでこれ当たる気がしない、なんかねこれガチャ、え、1000個使う、もしかして俺、いや俺これ1000個使うかな、え、500個使ったよ、いや俺は配信者だろ、お、フレンスか、フレンスか、フル演出か、おいお前フル演出で絶対セニョルピンク当たれ、お前スネークマン出てさ、またさっきの教室にフル演出じゃないや、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 あやばい、あーなんかすごい嫌な予感する今日、あーなんか、え、この部屋なんか酸素薄ない、この部屋なんかめちゃめちゃ酸素薄いよねあ気づいたけどこの部屋めちゃめちゃ酸素薄いよね、あれあれ酸素薄いな、
おい、酸素薄いですよ。ちょっと酸素がめちゃめちゃ薄い、この部屋。あ、ちょ、ダイヤ1000個。